今日もじゃあ写真でいくかね。はい、はい、写真でいきますよ。さあ、じゃあまず最初は、はい、こちらへ。まあ最初ちょっと手始めに、これ結構珍しいと思うんですけども、香港のセントラル駅にありました。これ何の自動販売機でしょう。折りたたみ傘の自動販売機がありました。あら、しかも割と買ってる人いる。割と買ってる人いる。晴れてたんですけど、晴れてたけど、え、なんでなんかこう雨降りやすい地域とかそういうわけじゃない。いや、ではわけではなさそうなんですけど、ないんですけど、まあこういうものが置いてあると。なんかがおしゃれだよね。なんとなくこうなんかなんだ、なんていうの、配置っていうか、はい、結構、うん、まあなんて言うでしょう、そういう便利用品はコンビニじゃなくて自動販売機。ああ、なるほどね、そういう文化なんだ、はい、あるみたいな。ちょっとした文化の違いを考えてみたい。面白いわ。なんで斜めみたいなね。そうそうそう、なんでか斜め、斜めおしゃれ、ね、こだわりを感じるね、はい、素晴らしい。さあ、そして、はい、そしてここからはどんどん紹介していきます、はい、これはホテルに向かう道中ですね。歩いていきました、うん、このまあさすがね、中国香港といった感じのこの、うん、装飾のいいね、ピカピカ具合、ネオンしてるね、ピカピカしてますよ、ね、はい、すげえな。そしてあるのこれソニーですね。ソニーね、ソニーや。途中で携帯の充電器壊れまして、なんだ命綱。そう、充電器なくなったんですよ。それやばいね。そう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 、うん、本当にやばくてどうしようと思って、うん、まあちょっとそこら辺の界隈を歩き回ること3時間、ようやくこのソニーを見つけまして。3時間で結構歩き回りました。そう、うん、もう本当にあのお店はいっぱいあるんですけど、うん、どれが電気屋なのか全く分からないと、手当たり次第に一つずつ入っていくんですよ。そうな、ショッピングモールとか結構あるんですけど、電気屋って意外となくてないんだ。意外と、もう3駅分ぐらい歩いたかな。そんな歩いたの。歩きました、歩きました、歩きました。君すごい、いやすごいな。そう、見知らぬ土地で普通に言うけどさ、さらっとね、さらっと言うけどね、すげえ。地図も持たずに。え、それでソニーの店にはあったの。ありました。あった。ありました。さすがソニー。世界のソニー。世界のソニーです。すげえわ。ありました。そうなんだ。はい、あ、ですみません、あの歩いた映像がもう早速なんですけど、あるんだね。あ、じゃあ撮ってきましたので、その時に歩いた映像なの。そう、その時に。あ、じゃあいっぱいいっぱいなんじゃん。いっぱいいっぱいなんですけど、うん、まあちょっともうここで気分転換して撮ろうかな。そうだ、3時間も歩いてっかな。ちょっとね、さすがに現実逃避したくなりまして。そうだね、はい、確かに、確かにな。結構ね、その土地にも面白いものがたくさんあったので、解説しながら動画で紹介したいと思います。はい、それでは VTR どうぞ。ということで始まりました。はい、これは何でしょう。まあこれ普通に歩いてる、これがレディーストリートって呼ばれる、まあいわゆる商店街の一角みたいな感じなんですけれども、まあこんな感じでいろんなお店があります。これあの音聞こえないんですけれども、クラクションがすごいんですよ。クラクション、もうね、絶えずやってる。多分あの聞いてる視聴者さんは分かると思うんですけど、結構頻繁にクラクションが鳴ってるんだ。渋滞してるってこと。渋滞してますね。この道路脇に止めてるの全部パーキングで、それ今横通ってますね。すごいですよ。で、これ今これ袋にちょっと入ってて見にくいんですけど、これ魚を売ってます。魚？魚が魚に見えない。金魚すくいの状態で面白い。売られてまして、別にお祭りとかではないんですけど、普通にこういうのが商売みたいですね。なるほどですね、はい、サクサクある。でもこれ平日の昼間です。平日の昼間、平日の2時ぐらいです。はい、あ、そうすごいね、休日みたい。はい、もう普通にいっぱい人。あ、でサークル系がありましたね。今サークル系発見。セブンイレブンがあんまりないんですよ。ない。サークル系があるんです。しかもサークル系の方が2倍ぐらい広いんです。はい、やりおりますな。そう、海外それぞれ国ごとにね、やっぱりコンビニの状況も違いますね。あ、なるほどね。ということで、どんどん足を進めていく。ここら辺は結構下町というか裏町に近いような部類なので、結構建物も古いものが多く、先ほどね一瞬ちらっと工事現場みたいなのが見えましたけど、はい、これまた魚売ってます。魚好きだね。魚好きですよ。100m 歩けば魚がいる。魚売ってんだ。そうそうそう、イエーイ。そればっかり。そうそうそう、魚ばっかり。ね、電気屋さんはなかった、ね、電気屋さんはない。電気屋ない。魚屋はあるのに。ひたすら探してたんですよ。別に俺魚じゃ発電できんじゃん。生酢ならいいけど。生酢、うん、お前なかなかいいこと言うな。あ、また魚やりました。魚あった、また魚屋でした。すげえな。何、観賞用なの魚。観賞用なの。観賞用なの。観賞用でしょ。観賞用、金魚とかそういう類。あ、そっか、袋に入ってる。あ、ほら、これも魚屋です。あら、
魚好きなんだね。魚好きみたいです。流行ってるかもしれない、ね、かもしれないですね。結構お客さんもいっぱいいたので。そうなんだ、はい、必ずじゃあ家には水槽があるのかな、かもしれないですね。ちょっとそこまでは分からなかったんですけれども、とにかくそれすごい人なんですよ。人はすごいね、なんかね。結構いろいろあるんですけど、この道が狭くて人が多いので、歩くだけで割と大変ですね。で交通量も多い。まあ中心部なので結構賑わってる土地でもあるから、そういうことはあると思うんですけど、にしてもやっぱり人は多いなっていうのはすごく。ずっとこんな感じ。ずっとこんな感じ。これ1本しかも外れてますからね。そうなの？これ1本外れててこの状態です。これで3時間もあるってこと？はい。すごいね君。もう結構大変でしたよ。頑張ったな。3時間無理だな。いやでもないと死んじゃうんで。まあそうだよな。何もできないよな。本当に大変。そうしてたどり着いたのがこちら。